30年以上チョコボール買ってるのに一回も金のくちばし出たことないっておかしくねわかわかわかいや知らねえよわかわかわか詐欺だろそれ訴えんぞ相棒何吉野家の常務の不適切発言についてどう思う何それ社会人向けに開かれた38万5千円のデジタル時代のマーケティング総合講座で吉野家の常務はちょっと待って何そのなんちゃら講座38万5千円もすんのうん1人38万5千うん 3ヶ月80時間のプログラムらしい。ふーん。吉野家は18歳から25歳までの女性の集客にすごい苦戦してて、わーびっくり。で、その打開策は、うん。その前に前置き。不適切な言い回しで不快な思いを押された方がいたら申し訳ないんですが、前置きでそれを言わなきゃいけないんだったらもう最初っから言わない方がいいよね。若い女性を集客する木娘を。しゃぶつけ戦略。こんなアホなこと言って38万5千円も取んの さんんもデジタルマーケティングななちゃら講座やろうかな田舎から出てきた右も左もわからない女の子を無く着娘のうちに牛丼中毒にする男に高い飯をおごってもらえるようになれば牛丼は絶対に食べないやばくねこの発言えそれだけだってどっかのおじちゃんが言ったことでしょ49歳ほらー 擁護するつもりは全くないけど時代に取り残されたおじちゃんがすごい頭の悪い発言をしたのは今に始まったことじゃないじゃんまあどうせ飲みの席でも同じことを言って部下が愛想笑いしたから面白いって勘違いしたんじゃねそれはありえるで このの発言のせいで何ががが起きたた株価が下がったあと開発に10年かかった吉野家の親子丼の宣伝ができなくなったいやいやいや逆に宣伝になってるでしょ確かにあとデジタル時代のマーケティング講座としては大成功じゃんはだってこれは絶対にやってはいけないことの素晴らしい例じゃんブラボー